サッカー韓国代表の監督を務めたクリンスマン前監督が韓国に衝撃発言を連発。2024年4月14日から5月3日までカタールで行われた AFC U23 アジアカップ、日本はウズベキスタンに勝利し見事優勝を手にしました。そして今大会はパリオリンピックへの出場をかけた大切な戦いでもあり、日本は8大会連続12回目のオリンピック出場を手にすることができました。オリンピックに向けて盛り上がっている日本のサッカー界ですが、お隣の国韓国は日本戦では勝ったものの、まさかの格下のインドネシアに敗北。パク・チソンやソン・フンミンなど有名選手を輩出し、世界からも注目を浴び、盛り上がっていた韓国サッカー界ですが、実は今オワコン説までささやかれています。今年の2月にはサッカー韓国代表チームが2023年に就任したユンゲル・クリンスマン前監督をたった12ヶ月で解任したという驚きのニュースが飛び込んできました。そんなクリンスマン前監督ですが、メディアのインタビューで韓国を批判しているとも受け取れる衝撃発言をして話題となっています。実は韓国サッカー協会とクリンスマン前監督は監督就任直後からあまり良好な関係ではなかったようなのです。日本サッカー界の最大のライバルと言われている韓国サッカー界ですが、好調な日本とは逆に大変な状況に追い込まれてしまっているようですよ。一体何が起きているのでしょうか。詳しくご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。2024年5月に決勝戦が行われた U23 アジアカップ、日本は決勝でウズベキスタンと対戦し1対0で勝利し優勝を手にしました。この U23 アジアカップはパリオリンピックへの出場がかかった大切な大会です。そんな大会で日本が素晴らしい結果を残したことで、日本サッカー界はとても盛り上がっています。しかしお隣の国韓国は U23 アジアカップを準々決勝で敗退し、オリンピックへの出場を逃す事態となってしまったのです。この事態に韓国国内では激震が走っています。なんと韓国がサッカーでオリンピック出場を逃したのは1984年のロサンゼルス大会以来で、実に40年ぶりのこと。絶対に行けると思っていたであろうオリンピックに出場できないとなり、サッカーファンは激怒しているんだそう。今回のアジアカップではグループ B で同じグループとなった日本と韓国、最終戦で激突し0対2で韓国が勝利し、韓国が首位、日本は2位で決勝トーナメントに進みました。その後カタールに勝利した日本はオリンピック行きのチケットを手に入れましたが、韓国は格下のインドネシアに敗北し、オリンピックへのチケットを逃す形となります。この事態に韓国のサッカー協会は公式ホームページを通して次のように発表。今日開催されたアジアカップ U23 の準々決勝敗北により、パリオリンピック進出が叶わず、サッカーファン、現役サッカー選手をはじめ国民の皆さんに深く謝罪を申し上げます。衝撃のニュースに揺れる韓国ですが、2024年2月に任期の途中にもかかわらず韓国代表監督の座を電撃解任されたユンゲル・クリンスマン前監督の発言が話題を集めています。クリンスマン前監督は元ドイツ代表のストライカーとして活躍したサッカー選手、指導者としてはドイツやアメリカの代表チームの監督も経験しており、2006年のワールドカップでは監督としてドイツ代表を3位に導いたこともあります。その他にもバイエルン・ミュンヘンなど超有名クラブチームの監督も務めたことのあるとてもすごい監督なんです。そんなクリンスマン前監督と韓国は2023年から2026年のワールドカップまでの契約を行っていました。韓国としても実績のある指導者に代表チームを任せることができ、サッカーファンもすごい監督が来たことで期待値が上がっていたのではないでしょうか。しかしながら就任後はなかなか勝利を手にすることができず、初白星は就任後6試合目のサウジアラビアとの親善試合でした。期待値が大きかった分、
サッカーファンからは批判の声が多く出ることになりました。2024年1月に行われたアジアカップでは、韓国代表はソン・フンミン選手、イ・ガンイン選手などスター選手を擁しながらも格下のヨルダンに敗れ、ベスト4で敗退。ベスト4という結果は素晴らしいものではあるのですが、 FIFA ランクが64位も下のヨルダン代表相手の敗北は韓国国内だけでなく世界のサッカーファンが驚きました。実はアジアカップのヨルダン戦の前夜、韓国代表内ではチームメイト同士の内紛があったと言われています。その騒ぎの影響でエースのソン・フンミン選手は指を脱臼してしまったのです。この事件はプレミアムリーグのインテルに所属しているソン・フンミン選手、パリ・サンジェルマンに所属しているイ・ガンイン選手のスター選手の間で起きたといいます。通称ピンポン事件と呼ばれており、韓国でもとても有名な事件となりました。事件はチームでの夕食の際、早々に食べ終えたイ・ガンイン選手を筆頭に若手グループが席を離れて卓球に興じ、大きな声で騒ぎ始めたことが発端となっています。これをチームの絆を乱す行為だと問題視した首相のソン・フンミン選手が口頭で注意すると、そこにベテラン選手も加わり激しい口論へと発展しました。その中でソン・フンミン選手が激高し、イ・ガンイン選手の襟首をつかみます。イ・ガンイン選手とソン・フンミン選手は揉み合いとなり、チームメイトが2人を引き離した際にソン・フンミン選手が指を脱臼してしまったのです。ソン・フンミン選手は翌日のヨルダン戦でも右手中指にテーピングをしっかりと巻いたままプレーしていました。大韓サッカー協会の関係者によると、2人はすぐに和解しましたが、事態を重く見たベテラン組はクリンスマン前監督のもとへ行き、問題を起こしたイ・ガンイン選手をチームから外すよう直訴。しかしクリンスマン前監督は全く取り合わなかったそうです。監督就任後、なかなか勝てない試合が続く中、ハイパフォーマンスで危機から救ってくれたのが司令塔のイ・ガンイン選手だったのです。大切な一戦の前に寵愛するメンバーを外すなどありえないことでした。もちろんこれが韓国代表の敗因のすべてというわけではありません。しかし主将でエースでもあるソン・フンミン選手のコンディションや事件によってチームの団結力に影響を及ぼしたことは間違いないでしょう。この事件が明るみになり、韓国国内で大きく報道されると、サッカーファンからは非難が殺到。特に先輩たちに対して尊大な態度を取ったイ・ガンイン選手ら若手グループの選手は非難の的になりました。するとイ・ガンイン選手はすぐに公式インスタグラムを更新し、ストーリー上で謝罪メッセージを投稿。イ・ガンイン選手はスポンサー企業からも契約を打ち切られ、ソン・フンミン選手に直接謝罪するために所属チームがあるロンドンまで足を運んだと言われています。ニュースサイトニュースワンは、アジアカップで不甲斐ない内容で敗退したのは表面的なもので、実際はチーム内は内紛を抱えており、一つのチームと言える状況ではなかったと説明。そして沈没寸前の船がアジアカップ制覇などできるわけがないと厳しく批判しました。その上で、今回発覚した問題も単なる選手間のトラブルと見ることはできない。チーム内の規律がどれだけ甘くなっていたかがわかると問題点があることを提起しています。そして管理統制すべき指揮官が傍観していた事実も明らかになっており、放置していたクリンスマンの過失は大きいと続けました。監督であるクリンスマン前監督はこの一連の騒動について長い間沈黙していました。そして監督解任騒動から2ヶ月ほどが過ぎた2024年4月、クリンスマン前監督はオーストラリアのセルブス TV スポーツトークショーに出演。その際に改めて監督解任が不当なものであったことをにじませつつ、アジアカップ期間中に起きたピンポン事件についても振り返りました。クリンスマン前監督は、騒動が起きて数人が割り込んで止めた。翌日も対話したが、みんなショックを受けていた。もはやチームではないように感じた。と
当時の様子を説明。その後の準決勝のヨルダン戦で0対2で完敗だったことについては、過去15年で最高の成績だったけど、韓国の文化では誰かが責任を取らないといけない、選手たちは次の試合があるため監督の番だったんだと主張しました。さらに、私は韓国の文化を学んだよ、たとえ間違っていることであっても年上の人が常に正しいんだと皮肉交じりで話したのです。クリンスマン前監督曰く、自身の監督としての成績は問題なく、韓国の文化によって解任させられたというわけです。この発言は韓国の大手メディアで大きく報道されることとなり、韓国のサッカーファンは激怒。なんて恥知らずなんだ、アジアカップの敗因を選手たちのせいにしている、自身の責任には一切触れず、最後まで選手の確執などの言い訳ばっかりしておいて韓国への嫌味を言うなんて最低、韓国に対して歪んだ見方をしている、などと批判が相次ぐこととなったのです。これが事実かどうかは不明ですが、クリンスマン前監督は韓国サッカー協会の決定に不服だったことがわかりますね。任期が残っているにもかかわらず電撃解任させられてしまったクリンスマン前監督、実はもともと解任の噂がありました。就任後6戦目で初めての勝利となると、かなり厳しい戦績ではありましたが、その後は7連勝し、アジアカップでは過去最高のベスト4になるなど、しっかりと結果を残しています。アジアカップのグループステージでは1勝2分けの2位通過独占を強いられ、決勝トーナメントに入るとサウジアラビアとオーストラリアを劇的な展開で退け、国民を熱狂させました。それにもかかわらず志半ばで解任させられてしまったわけですが、一体なぜなのでしょう。イギリスの公共放送 BBC によると、クリンスマン前監督の監督としての力量に韓国サッカー協会は不満を持っていたようなのです。同協会のチョン・モンギュ会長は、代表チームの最高の能力を引き出すこと、選手の管理、仕事の習慣という点でクリンスマンは代表チームの監督としての期待に応えなかった、続けてリーダーシップも発揮できておらず、我々はクリンスマンが改善する可能性は低いと判断したと解任の理由を説明しました。代表というのは単なるスポーツチームという枠を超え、国民の関心と支持を得て、そのエネルギーを国民に還元する、名実ともに大韓民国を代表するチームであるべきという代表チームとしての心構えを説明し、そんなチームにふさわしい監督ではなかったということを伝えたのです。実はクリンスマン前監督は監督就任後からたびたび悪い意味で話題となることが多い監督でした。就任当初、1対0で勝つより4対3で勝つ方がいいと独自の美学を語っていたクリンスマン前監督、その後勝利はおろか点を取ることもできない試合が続く上、試合内容が無色無臭と評されるように、戦略性も見えない状況が続いていました。これにはゾンビフットボールなど不名誉なあだ名まで生み出され、一貫してクリンスマン前監督の采配には手厳しい意見が大勢を占めていました。それだけではありません。韓国代表監督に就任した後は韓国に常駐することを約束していたそうなのですが、自宅があるアメリカや欧州でチャンピオンズリーグの抽選会にも登場していたそう。しかも韓国常駐について問われると、そんなことは一言も言われていないと回答。これについてクリンスマン前監督は韓国メディアスポーツ朝鮮のインタビューで以下のように話しました。韓国だけに滞在するのは効率が悪い、ソウルで何もすることがないときはヨーロッパにいればいい、これが韓国サッカーを発展させる唯一のやり方なんだと説明。そして、それが嫌なら私の首を切って別の監督を探せばいい、周囲からの批判は気にしないと自身の気持ちを伝えました。加えて代表メンバーを発表する大切な内容にもかかわらず記者会見を実施せず、
報道資料配布にとどめる対応を取り、韓国国内で批判的な声が上がったのです。これに対し、私は仕事に熱心という点で韓国人と一緒、どこにいても韓国代表のために働く、私が言えることはアジアカップに 100% 集中しているということだと回答。続けて、成功するためには自分がベストだと思う働き方を選択しなければならないことを強調したいと話しました。なかなか白星を挙げられなかったクリンスマン前監督に対し、韓国のサッカーファンも鬱憤が溜まっていたことで、この発言は X ですぐに拡散されていきます。クリンスマン監督は歴代最悪の監督だな。韓国代表は今すぐ別の監督を探すべき。リモートワークしたいから言い訳してるだけだろ。もうやめていいよ。など、クリンスマン監督解任論が噴出される事態。これほどまでに嫌われた監督はいなかったのでは？と思わせるほど、常に批判の声が上がっており、いつ解任させられてもおかしくない状況と言われていました。そして、2024年2月、とうとう解任が決まったのです。ここまで聞くと、正直クリンスマン前監督は解任させられてもおかしくないかも、と思ってしまいますね。解任後のクリンスマン前監督は、先ほどお伝えしたように、皮肉めいたことをたびたび話しています。実際韓国では、年上や目上の人を敬う文化が大切にされています。この解任劇がそんな文化から来ているのかは分かりませんが、解任後にこのような発言をするということは、何かそう思わせるようなことがあったかもしれませんね。またクリンスマン前監督は韓国のサッカー界の盛り上がりについても、サッカー強豪国でもないのにここまで真剣だというのが不思議だと発言。こちらの発言も韓国国内で大きな批判を浴びることとなります。12ヶ月で解任された腹いせで言っているのか、ただ素直な気持ちで言っているのかは分かりませんが、韓国のサッカーファンの人たちは一連の発言を聞いて激高しているそうですよ。その後の韓国代表の監督は U23 の監督と兼任で、ファン・ソンホン監督が就任しています。今回行われた U23 アジアカップでは、インドネシア戦のアディショナルタイムにレッドカードを受け退場処分になるなど、こちらも批判の声が集まっています。韓国のオンライン新聞、ソーシャルバリューでは、日本サッカーを引き合いに出し、今回の U23 アジアカップの韓国代表チームを解説。日本のように固有のカラーを見つけ出し、強みを生かしていく監督が必要だ、と見出しを打って取り上げています。日本のサッカー界が好調な中、宿敵と言われている韓国は、岐路に立たされているのかもしれませんね。今後の韓国サッカー界からも目が離せません。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。